皆さんこんにちは、花です。今日は私のメイクポーチの必需品トップ5をご紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずはじめは、私手がとっても乾燥するのでハンドクリームなんですけれども、私が今使用しているハンドクリームがこちらになります。セプトボーテのアロマハンドトリートメントのリラックスの香りというものを使っています。こちらはセブン&アイグループとイトーヨーカドー内にあるセブンミノガーデン、そして資生堂から誕生したセプトボーテのボディケアシリーズのハンドクリームになります。店頭ではもちろんオムニセブンというウェブページでも購入ができるものです。で、今回私実際店頭に行っていろいろ試してみたんですけれども、このようにお試しコーナーがあったり、ディスプレイがとっても可愛く、されていたので、近くに店舗がある方はぜひ試しに行ってみてください。で、ハンドクリームを含めたこちらのセプトボーテのボディケアシリーズなんですけれども、香りが2つになっていまして、私が今使っているリラックスの香りっていうのとリチャージの香りっていうものがあります。リラックスはちょっとアロマ系の本当にリラックスできるような落ち着いた香りで、リチャージはシトラス系、柑橘系のちょっとパキッとした香りなので、よし一日頑張るぞっていう時とかに使えるような香りになっています。私はリラックスの方が個人的に好きだなと思ったので、普段はリラックスを持ち歩いてるんですけれども、朝ね、こう仕事行く時とか、ちょっと日中元気出したいなっていう時とかはこれを使ったりもしています。で、ハンドクリーム自体はすごくみずみずしいジェルっぽいテクスチャーで、馴染みがいいです。で、ベトつかないので、この後にスマホとかPC とか、あとペンとか持ったりしても全然気にならないので、日中仕事中にハンドケアしたい方にはとてもいい製品だと思います。で、仕上がりもみずみずしく仕上がるので、その点もすごく好きです。また香りもそこまで強くないので、この後飲み食いとかしても全然気にならないと思います。次はリップなんですけれども、リップはこちらロレアルパリのユイルカレス805のダークレッドというリップです。今ちょうど私がつけているカラーになるんですけれども、やっぱりこう日中ってリップクリーム塗ってリップスティック塗ってグロス塗ってって大変だと思うんですよ。私はとりあえずめんどくさくて、で、こうなんだろう、合間合間にパパパッとリップ塗りたい時とかに、こういうティント系というかオイルティント系がすごく私は使えるなと思ってポーチに必ず入れています。オイル配合されているので保湿力もしっかりありますし、あと色もほんのりつくので、とても気に入っているリップになります。つけ心地もとっても軽くていいです。で、次がミストになるんですけれども、私自体はタバコを吸わないんですけれども、周りの方だったり友達に喫煙者が多いので、やっぱりこうミストって手放せなくて、で、私が持ってるのは先ほどと同じセプトボーテのアロマミストシャワーのリラックスの香りというものを持ち歩いています。これはすごく画期的で、ミストってただ単にこう匂いを消してくれたりいい匂いにしてくれるだけじゃなくて、こちらはこう自分に振りかけるとこの周りにバリアを作ってくれるんですよ。で、嫌な匂いを寄せ付けないっていう効果もあるそうなので、私はこう友達と会う前だったり、あと会った後とかにこうつけたりしています。そうするとレストランで喫煙席とか行っても、例えば友達について喫煙所の中入ったとしても、そこまで匂いが気にならないので、そういう面ではすごくいいかなと思います。で、サイズもちっちゃいですし、比較的軽いので、ポーチの中に入れていても全然重くならないっていうのもすごくいい点で、これはすごくいいミストだと思ってます。で、次が全然面白みもないんですけど、目薬です。私はソフトサンティアの目薬を視聴者の方におすすめされてずっと使っています。最近目が乾くっていうのと、あとパソコンとかスマホとか見るとどうしても目が疲れてしまってリセットしたいなっていう時に、必ず目薬を刺すので、これはもう必要不可欠なアイテムになります。で、最後が、これも面白くないんですけど、ヘアゴムになるんですよ。私髪切っちゃってそこまで長くないんですけど、それでも日中になると髪が鬱陶しくてどうしてもこう上げたくなってしまうので、ヘアゴムがないともう大パニックです。で、私はよくゴムをなくしたりするので、この巾着にいつも入れて、あとピンも、はい、持ち歩いていますが、はい、もうゴムは必需品です。オールバック大好きなので、そんな感じが私のメイクポーチの必需品アイテムトップ5になります。
でね、あのせっかくなのでセプトボーテの、ボディケアがもう2つあるのでここでご紹介させてください。あとね、こちらがあるんです。アロマボディミルクというボディミルクもあるんです。なんだろう、ボディにつける乳液みたいな感じで思ってくれればいいと思うんですけども、私のおすすめの使い方としては、やっぱり冬ってすごい乾燥するので、お風呂上がりにこれを塗って、さらに上からボディバターとかオイルとかを塗ってあげると、すごくお肌がもちもちになります。つけ心地がとても軽いですし、変なベタつきとかもないので、これはすごくいいなと思います。あとは夏ね、あんまりこうボディケアしたくないっていう時とかもこれ結構使えますよ。香りもね、とってもいい香りです。で、もう一つがボディバターもあるんです。で、ボディバターは結構いろんな製品のボディバターよりもつけ心地が軽いというか、変なベトつきがない、変な重さがないので、しっかり保湿しつつもなんか重たくなるボディバター嫌いっていう方もすごく使えると思います。で、サイズ的にもコンパクトなので、私は、どっちをいつも持ってるか、このリチャージの方を最近は出張とか旅行にこう持って行っています。手で温めると香りもふわーって香ってきますし、スーッと肌にも浸透してくれるので、ぜひぜひ皆様こちらも合わせてチェックしてみてください。はい、そんな感じです。それではまた次回の更新になりましょう。バイバイ。